さあ、久慈さん。はい。いよいよここから話が進んでいくわけですが。はい。まだね、しばらくかかるんですけど。しばらくかかるか。いや、特許の話も俺こんな詳しくすることなくてですね。うん、じゃあ、とりあえずぜひ。このラジオが一番詳しく話になるんじゃないかと思う。はい。はい、前のシリーズの、あの、お酒のシリーズも。うん。もうじっくり聞いてですね。はい。ふるさと屋商店で。はい。やたら詳しくお酒の話をしてくれる人がいるんですよ。ありがたいですね。はい。4本ぐらい買っていくんですよ、一気に。ああ、いいですね。ありがたい限りです。はい。はい、ですから、この話も聞いてますのでね。ぜひ。でも結構特許の話って、みんな知らないんですよね。そうですよね。特許って、じゃあ実際取った人ってどんなのとか、はい。周りに特許持ってる人なんていないわけで。そうなんですよ。まずこの特許っていうのの制度は、基本的に個人なんですよ。会社じゃないんですね。はい。会社も名前も印字されるんですけども、うん、その会社に特許権っていうのは帰属しない、はい、あ、個人なんですよ。はい、で、これで結構ほら、裁判になってるケースとかあるじゃないですか。ありますよね。はい。大手のね、電気会社なんかでは、はい、その研究者が特許を取ったけども、はい、それに対する見返りのお金が少ないだとか。はい。私もインタビューしたことありますけどもね。ああ、そうですか。はい。やっぱりね、そういう、まあ、まだまだ未熟な制度なんだろう。うん、この日本の中だと、はい、会社と個人の関係とか、そうなんですよね。はい、そういうのもあってた、まあ、私の会社の場合には、うん、まあ、会社イコール私ですから、はい、そうですよね。ここは、だからといって会社に裁判を起こすようなことはなりえない。ないですよね。そんなの僕は特許料をもらうつもり全くないし、はい、とても良かったんですけど、まあ、山口先生の絡みがあったんで、そこはちゃんときっちりやりましょうということで、うん、まずその、話、契約の話を先に決めして、ええ、本人はそんなにいらないっていうから、じゃあまあ、様子を見てこのぐらいっていうことで、はい、やらさせていただきまして、うん、で、それでスタートしていくんですね。で、さらに特許って、すごい、僕も特許を調べていくとですね、ええ、意外なものがすごく特許になってるものがすごく多くて、うん、その、大手エレクトロニックメーカーの研究者だけが特許を持ってるんじゃないっていうことがよくわかるんですよ。ええ、例えば、一番身近なものだと、東京でさ、なんだ、乗り換えするじゃないですか、地下鉄。はい。地下鉄乗り換えするときに、地下鉄のあの壁とか柱に、はい。地下鉄のあの、何号車で乗ればいいっていうやつでしょ。何号車になれば、例えば、何号車になれば、水道橋駅だと、はい。4号車が階段がありますとか、1号車にはエレベーターがありますって、表示あるじゃないですか。はい。あれ、めっちゃ便利ですよね。はい。女性の方でしょ？うん、そう。あれ、女性の方が特許を持ってるんですよね。はい、あれは、その、一般の個人の方が特許を持ってて、うん、それを、地下鉄の会社とかいうところに採用してる。そうね。あれはね、一時、ニュースにも随分出ましたけど。あれね、すっごいですよ。アイディアだけですよね、まさに。そうなんですよね。で、誰もが多分、うん、今言われれば、ああ、んなの誰でも考えれるじゃん、みたいな。そうなんですよ。ことなんだよね。うん、で、さらにまあ、これも有名なんですけども、洗濯機の、今はま、全自動だからないかもしれないけど、はい、昔の二層式とか、ぐるぐる回る洗濯機の中に網入ってたじゃないですか。はい、あれも特許なんだ。あれも女性の方なんですよね。あれも主婦なんですよね。そうなんですよ。そういうふうな、本当に、そんなに今考えれば、誰でもわかんじゃんか、みたいな。そうなんですよね。だって、古くは赤鉛筆と青鉛筆をくっつけたやつね。あれもそうですよね。はい、あっ後が考えりゃなんてことないことがいっぱいあるんですけど、そう。やっぱ考えられないんだよね。それがその当時特許なんです。だから結局、特許の定義っていうのは、その時、特許ってのは発明なんですよ。はい、発明品で、はい、その時にその前代未聞の、類似するもののない、全く新しい発明に対して、特許が与えられるんですよ。はい、だからなんか難しい技術とか、こういう機会がなければできない、なんか技とか、そういうものじゃないんですよ。はい、発想とか、そのアイディア、はい、発明に対して、それを、あなたの発明は今までないから、それを公表していただき、公表する代わりに誰も真似をさせませんっていうのが特許なんですよね。うん、これが特許のまず基本的な考え方。はい、そして、特許に認められると、もう一つの大きな権利っていうのは、例えば真似をされたり何かした場合、損害賠償請求をすぐさまできるということが大きな大きな、一つなんですよね。うん、で、その特許だと、だからそういうふうなことを調べていくと、まず公開だっていうことが一つの大きな、キーポイントになってくるんですよ。なるほど。で、調べていくと食品メーカーとか、
そういったところは特許は、まあ本当に肝の技術の中の中で取ってるのはあるんだろうけども、意外と特許って取ってないんですよね、食品会社って。そうなんですか。例えばコカ・コーラっていう飲み物あるじゃないですか。うんうん、コカ・コーラって、あんなの特許取っとけばいいじゃないですかね。はい。コカ・コーラの味のレシピとか作り方みたいなのを、取っとけばいいんだけど、あれ特許取ってないんですよ。うん。で、なんで取ってないのかなって調べていくと、レシピを完全公開するから、コカ・コーラをもし特許取ろうと思ったら、はい、レシピ完全公開なので、例えばカラメル色素 0.1g、炭酸 4ppm とかって全部公開されるんですよ。うん、そうすると、それ通りに作ると特許の侵害になるんだけど、そのレシピを、例えばちょっとだけずらして作ったりなんかするとグレーなところに入ってますね。だから食品メーカーっていうのは基本的にそのものの作るその製法に関しては特許っていうのは取りづらいっていうのが定説であったんですよ。要するに秘伝のタレってやつですよね。そう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 。で、その時に、だから私もこの糖類無添加梅酒は特許を本当に取った方がいいのか、それともレシピが完全公開されるし、うん、どういうものなのかっていうところがまず一個疑問点だった。ああ、なるほどね。それをまず弁理士の先生に聞いてみたんです。うん、そしたら、これは製造方法全体で特許を取る方法と、うん、まあ、製造方法の肝、ポイント、はい、みたいなところで特許を取る方法と、二つの方法が考えられるよと。で、製造方法全体で広く幅広く特許を取る場合には、うん、すごく難しいと。それは難しいと。例えば、はい、チンジャオロースの作り方みたいな、うん、いうことなので、はい、非常に難しいよ。なんでチンジャオロースが出てきたかわかりませんが、はい、わかります。だと思ってるんですね。だからその全体の製造方法特許っていうのは、それにはまず挑戦してみるけども難しい。はい。で、例えば、この糖類無添加梅酒の、を製造するための、特別な日本酒の製造方法とか、うん、そういったある一点ポイント肝になるところを、取るのが、は、取りやすいっていうわけですね。で、ただ最初からポイントになるその幅の狭いところを狙っていくんじゃなく、大きいところを狙って、まあ、何度かこう、やり取りとかディスカッションが特許庁とあるから、はい、それを見ながら判断して、取れないと思ったらちっちゃい方でいきましょう。あ、なるほどね。いうふうなところの方法でいこうということがまず一点、うん。はい。で、さらにその特許を、取るときに、その、大きいところで取ることと、小さい、まあ、ポイントで取ることは、もちろんとっても大事、中の大事ではあるんですけども、特許をですね、やるときに、この例出してもらったのが、例えば酵母、今、日本酒の酵母ってあるんですけど、はい、香り、カプロン酸エチルエステルを高生成するすごく香りの高い酵母が今いっぱいあるんですね。はい。境界18号とか境界16号とかっていう酵母なんですけど、はい。これ実は特許なんですよ。月経館の持ってる特許なんですね。ああ、そうなんですか。その月経館の持ってる特許を調べて、私ちょっと調べたことがあったんですけども、うん、月経館の持ってる特許は、カプロン酸エチルエステルを高生成する酵母を作る特許じゃないんですよ。うん。カプロン酸エチルエステルというかリンゴの香りを高生成するためには、はい、ある一つの絶対やらなければいけない作業があり、はい、その作業のやり方の特許なんですよ。おー。つまりその道を通らなければこういう香りのを強烈に出す酵母は作れないっていうところを最初に証明しておいて、ええ、そこの門みたいなところの特許取っちゃってるんですよ。なるほど。だからつまり他に香りがブン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 すごい香り高い酵母のが他で見つかった場合、それを調べればそういう作業をしてるかしてないかっていうのが一発で分かって、はい、そこがそれをやってるかやってないか、そのやってた場合、やらなければ絶対その香りは出ないっていうのが、まあ証明されてるので、はい、やってるでしょ、だからそれ特許の侵害だよっていうふうなことを言えるんだっていうことで、その門の木、その門のな、もう絶対そこ通らなければ入れないところを取ってるんですよ。関所みたいなところで取っちゃったわけですね。そう、関所を抑えちゃってるんですね。なるほど。全体のそのルート、うん、江戸から名古屋までのルート全部を取るんじゃなく、絶対取らなきゃいけないこのポイントをボンって取っちゃってるから。箱根の関所だ。うん、だからそういう、そう、箱根の関所。だから、そういう風な取り方もあるんだよと。なるほど。
うん、ただ、トールイム天下無双をいろいろ見ていくと、はい、こういう取り方は非常に難しいと。で、さらに新しい新規性のあるところが多岐にわたってる。例えば日本酒、新しい日本酒を作って、その日本酒じゃなければダメかったらそうじゃなくて、その日本酒プラス条件にあと温度とか漬ける時間とか、そういった絶対条件が関わってくるから、これは絶対製造方法全体で取った方がいいと。で、その製造方法全体で取らないと、真似される危険がある。要は、関所が何箇所にも抜かれてるから、はい、その一箇所止めても、他から抜けられる。抜け道があったりすると。だから、これは、難しくても全体で取った方がいいっていう判断で、全体で特許を取ることに決めてたんですね。なるほどね。いやここまでで今日の放送終わっちゃいましたよ。まだ続くんだけど、その前にもうね、この弁理士の先生も、はい、まあ、当たり外れがあるんですよ。うん、その当たり外れの弁理士の先生もあるんだけど、この先生大当たりで、なんて言ったって酒大好きで。それ一番ですよね。酒ラバーで、ものすごい日本酒のことを愛してる先生で。で、ただ日本酒のこと詳しくなかったんです、あんまり。はい。彼はすごかったね。その後特許弁理士としての相談費用はいりませんから、私に日本酒の勉強会をしてくださいって言って、僕と山口先生とそこから何回も、その先生に1時間ぐらい行って話して日本酒ってこうやって作るんですよ。リキュールってこうやって作るんですよっていうのを十何回、講座を開いて、その先生それですっごい日本酒詳しくなってね、そっから申請がスタートしていくんですよ。なるほど。そういう事前準備もあった。すごいな。いや、撮ってる話まだまだ続くと思います。今日は本当に入り口の入り口でしたね。ね、次回はその続きとか、あとはその、特許を取るためにはこういうふうな調べなきゃいけないことがあったりとか、そんな、はい、っていう話があったりとか、はい、いろいろありますので、ぜひその辺の話をしていきたいと思います。ありがとうございます、はい、ではまた来月になりますが、よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。JS, Japanese Radio Station.